皆様こんにちは、ヤギラユウヤです、今回海辺のカフカ以来2度目の蜷川作品に参加することになりました。そして田中裕子さんも舞台では2度目の共演になります。そしてまた市村さんのこう座長としての、現場での言い方など、今回大先輩ばかりの現場になりますので、25としてこうできる精一杯のことをやりたいなと思っています。僕マクベスが本当これこの話いただく前からなんですけど、なんか綺麗は汚い、汚いは綺麗っていうマクベスの中でのセリフが僕はとても好きでして、それがすごい二十歳ぐらいから、まあ、ここ5年ぐらいずっと印象に残っているセリフだったんですね。なんかすごいこう偶然というか、今回また蜷川さんのシェイクスピアでこうマクベスのマルカムという役を演じれるという中で、本当に今までこうファンの方や見てくださっていた方、この作品を見てくださっていた方にまたこうすごい新しい姿をお見せできたらなと思っています。すごいこのマクベスという作品に対して勝手に情熱がこもっています。僕が80になっていたら隠居していたいです。何ですかね、わかんないですけど、まあ多分働いているのかもしれないですし、まあ希望としては俳優を続けていたいです。けどなんかこうゆっくり自分のペース作れている俳優になれていたいですけどね。はい。蜷川マクベス、9月7日より文化村シアターコクーンにて上演いたします。ぜひご覧ください。劇場でお待ちしております。